はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですねベイブレードの動画なんですけれども、こちらのゴッドバルキリー、先日発売されたやつね。で、このリブートドライバー、これがですねうまく動いてますかっていうコメントがですね最近よく来ます。これね、これで、確かにですね最初にシュートした時、エーシンクとかその時はね確かにね動いてたんですよ。でもね今は動かないですね。ちょっと今シュートしてみましょうか。落ちてる。これで途中からリブートして加速するはずなんですけど、しないんですわ。それでコメントでね、皆さんからいただいてた話だと、どうやら水つけたりすると治るっていう話なので、ちょっとね今日はそれを試してみたいなと思います。はい、ちなみに今シュートしてこれ突起出たまんまになってますよね。要はこれ遠心力で広がってそのまんまなんですよ。元に戻ってない。じゃあ水つけてですねちょっと試してみたいなと思います。はい、ではドライバーだけちょっと水に濡らしました。これで治ってるといいんだけど、いきます。 3,2,1 ゴーシュ。途中からね、あ、ここでふわっといくかな。ふわっとね、ふわっとこない。来ないな。あれ？いろいろ調べました。YouTube とかでいろいろ見てみたんですけども、お湯につけるといいかもしれないということで、しばらくお湯につけてました。これで一回やってみましょう。3、2、1、ゴー。ちょっとどうなるかな。あ、この辺まではいいんだよね。こっからふわっといくからね。ふわっとね。ふわっといってほしい。ふわっとなる。あ、いった。これだ、これこれこれ。来ましたね。来たね。お湯でいけるね。なるほど。今確かにリブートしましたね。まぐれかもしれないんで、もう一回いきましょう。3、2、1、ゴーシュ。この辺からかな。この辺で、あ、来た来た。治ったね。オッケーオッケー。どうやら水につけるよりもお湯につけた方がこの中のスプリングが柔らかくなるのかもしれないですね。じゃあせっかくなんでレジェンドゴッドベイと対決させてみましょうかね。3、2、1、ゴーシュ。からの、さあこれでリブートしてどうなるかだね。リブートするかな？するかな？あ、来た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 。どうでしょう？これで。どう？負けちゃったよ。3、2、1、ゴーシュ！からの、さあ、これ結構当たってるけどどうだろう？この状態でもリブート、あ、今下ね、リブートしたね。音が変わったけど当たらない。当たらなければいいのに。おい、3、2、1、ゴーシュ。またゴーシュ。さあ結構いい感じ当たった。おー、いいね。レジェンドゴッドベイの動きやっぱいいけど攻撃が軽いね。やっぱこの辺りはゴッドバルキリーの方が重いけど、今リブートしたね。リブートしたけど、おお。じゃあブレイズラグナルクともちょっと対戦させてみましょう。3、2、1、ゴーシュ。あの、この真ん中にとどまる系だね。さあどうぞ。お、さあこれでリブートするかな。よっしゃ、おぉ。3、2、1、ゴーシュ。からの、シュ。さあ、さあ、さあ、さあ。リブートのタイミング見たいね。はい、今リブートした。でもこれは負けるか。3、2、1、ゴーシュ。
からのシュッ。お、さあリブートはありましたかな、したかな。おお、いい感じいい感じ。あ、また負けた。はい、ということで今回はゴッドバルキンのリブートドライバーをリブートさせるようにしてみたでした。ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンお願いします。そしてお友達にもぜひ教えてあげてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。さてリブートしますでしょうか。最後にねもう一回しっかりリブートするところを見せてほしい。この辺りからだよね。この辺りからポンと落ちてポンと落ちて、あれ？ポンと落ちて、あらららら、え、これ毎回上につけなきゃいけないの？あ、来た来た来た、ちょっと来たね。あれ？でもなんかさっきと勢いが違いますね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。